か、いるじゃないですか。そうですね。それに関してはどう思いますか。まとめてきてるんですか。あの、人が今日は、今日、だから、すごいってなると、多分、それをすごい意識しすぎちゃって、あともずっと、とんかつになっちゃう。あの、そうね、とんかつばっかり。っていう、もっとやらなくちゃって。ああ。2枚、3枚っていうのがあって。そうか、そうか。お客さんが、なんか、とんかつの箸が、伸びなくなった時に、と思って、重ねしなきゃと思って、もう、しかも、この方法集めます。なんならサービスで言うかもまだ時間ありますけど、はい、他にとか他についてるとかついでに、ここはこのフォローが来るんです、このこの下音系が、まあ、こういう時はしば漬けとか味噌汁のような感じで軽く見てるんですけど、感覚的にやっぱとんかつになったらいかんのかなって思うんですけど、ただこうしば漬けをこう持ってしまうとやっぱこう見てくるちょっとお腹が疲れてないような感じっていうか、この今回はないんですけれども、あの味噌汁、味噌汁、味噌汁と思ってしまうと、今度、ね、必要なこうお腹の使い方ができなくなってしまう。ずっと味噌汁のことを食べたことなんですよね。ずっと、なんで今、味噌汁、味噌汁、味噌汁で思うっていう感じですか。自分の傾向を、やっぱり、まあ、これだと思ってしまったら、ずっと意識をしちゃうっていうのって、もうここはしば漬けなんでしょうか。役割として。さっきのここそうですね。はい。これもしば漬け。味噌汁です。どうなんかなんか味噌汁だとして、はい、こことも立ち戻ります、ね。戻ります。三小節です。はい。ずっと三小節ってずっと。味噌汁ってここが持ってあると思う。はい、こういう動きがこっちも出てくるので、ちょっと写真で思ってしまって、そうすると、こう、体がつけなくなるというか、こういう動きがあります。ここは味噌汁なんですか？でいいですか？もう、そうですね、感覚的には、おかつよりは味噌汁とか。あ、じゃあ、味噌汁だから味噌汁だと思うんですよね。はい、味噌汁だから味噌汁だと思うのをどうして味噌汁だから味噌汁だと思ってしまうのか。うーん。考えたり。考えてるのわからない。ああ。味噌汁でいいですね。味噌汁です。ちょっと何言ってるかわからないですよ。味噌汁だから味噌汁だと思うって思ってしまうって言って。それは行き過ぎる。黒だと思ってしまう。行き過ぎる。味噌汁と思いすぎる。だからこれ、とんかつ要素がなくなる。でもここはとんかつだ。とんかつじゃないです。ここでとんかつ要素がなくなる心配は必要なんでしょうか。ないの。必要だと。つまり、じゃあ、味噌汁だと思ってどっかでとんかつはキープしとかなきゃっていうふうに思ってた。そうですね、なるほど。なるほどね。とんかつ単語はいるんですよ。嘘。そう。そう、この。なんかここはもう、とんかつが一回、こう、炊けるとこかもしれない。うん。ご飯とはそこずれの味噌汁で、ちょっと、ちょっと戻りそう。役割なので、うん、まあ、そのお店の、運営状況によっては、まあ、ちょっとおかず、運営を用意するっていう、ワンオペもあったりするかもしれない。だけど、もし、とんかつがないとこならないし、あったとしても、他のパートがやってるのは、その人がとんかつだし、
確かに、社員が経営状況を分かってて自覚を持ってた方がいいじゃないですか、会社。でも、一社員が社長の視点で、勤続25年のベテランを切るかどうかっていう悩みに共感して真剣に悩むって、これ必要です。必要ないですよね。視点として持つのはその社員自身とってもいいことなんだけど、だから視点として、あ、誰々がとんかつをやってるなとか、実はこれはとんかつの油の旨味を生かすために、千葉漬けをとんかつの甘みちょっとしてから出してるとこだなとか、とんかつ要素を分かってるのはいいことなんだけど、とんかつで圧得必要があるかどうか、もしかしてずっととんかつでいい、とんかつが見えてるのと、はい、ずっととんかつでいるのだと、おっしゃいますよ、はい、その違いかもしれない。とんかつでいようとしてるんですよね。そうすると疲れてきます。先生、学校の先生たちがよく言う、自覚を持ってっていう、なんか意味が分からなかったんですね。なんかすごくこう入ってくる感じがして、自分ではどうしようもない、誰か他人のこと、学校のこととか、気に入るとあれ、なんか自覚を持ってで、あれはだから、自分の領域に属さないもの、うん、自分の領域にいるとやっぱり思うし、しんどくなります。言われてる、言われてる、職員の近く、まあ、契約の職員ですけど、まあ、そうですよね。ちょっと違う、役割って、なんかその境界線のなんか話にしたい、ちょっと待ってる感じがしますね。ちょっとじゃあこう向かってみましょう。はい、それでとんかつパターンと、はい、寿司パターンと芝漬けパターンと3種類試して、はい、どの役割がここを歌う上で自分はぜひ担ってみたいと、はい、やってみると思うか、はい、なのでここ、はい、まず選ぶ役割を一回講義ですけど、はい、とんかつ、はい、とんかつのみ担当、とんかつのみ、はい、ただし他の要素を聞こえてます、聞こえてます、分かってはいます、でも担当はのみ、はい、Oh,
食後のコーヒー、アイスキャンデル。なんで、どうぞ。はい。あと、トンカツ、トンカツの前です。はい。コーヒー、食後、コーヒー、入ってください。自分のアンサンブルを作ったりとか、あとお子様
まあ、シンガーソングライターから最初に声を録音してそれを自動再生しながらどんどん足してっていうライブパフォーマンスやるような人がいて、うん、お仕事でもね、ほとんど全部で全自分全部で引きを受ける個人事業の仕事とか、はい、振動そうと思って本人はそれが全てに自分が管理できて見返りに飛ばれて支えできるのが楽しい、そういう音楽のやり方もありなんですけど、しんどいですか？しんどいですけど、そうですね、しんどい、ありがとう、はい、治安とできるだけ聴衆の注意に行かないと、はい、声は飛びます、顔は下付けみたいな、一人は、ぐらい音楽の全員も自分でだけで同時しようとするというやりたければできます、あ多分まだそうなんですけど、だんだん見つかると思うんですけど、なんかあの人とかやってて、まあ、まあいいんだけどさあるでしょ、そういう会話音楽に限ってちょっとそれはしんどい、しんどくない人もいると思います、自分が、自分がいつどんな役割を引き受けたいか、どんな役割がそれに任せたいか。